じゃあ、まっすぐっすよ。じゃあ、まっすぐって知らないの。ああ、まあまあね。だから、同じ道をぐるぐる走ってる感覚で。ああ、なるほど。じゃあ、ちょっと観光行きしますか。島原城だけ。島原城。はい。ちょっと、先行きましょうか。うん。島原城だけちょっと見てから行きましょうか。うん。うん。ぶらっと。まあ、一周、お堀を一周ですね。マジびっくりっすよ。あ、こっちから来てよかったかな。おぉ、すごい。ライトアップしてる感じ。こっちから来た方がよかったな。もう一個先からが、なんか、ちょっと自分行きやすいんで。お、左っすね、こう。はーい。はい、点滅だから、一旦停止で。はーい。はい。これ、あの、島原城。島原城っすね。綺麗だ。はい。小学校の修学旅行で来て以来じゃないかな。ああ。ああ、来てます？うん、多分一回は来てるけども、全く記憶にないよ。ああ。夜結構歩いてる人がいるから、うん、ちょっと注意ですね。はーい。すごい綺麗。はい。で、昼飯を食うのはこの斜め前右の姫松屋さん。あ、ここ一回来たことある。はい、ここで食べますね。あとゆっくり行って左っすね。この辺の景色が結構綺麗ですよ。本当だ。あ、行っちゃったけどよかったかな。お、なんか知り合いに撮ったぞ今の。あれ、まさかってやつ。この辺のここからちょっと先の景色が綺麗。この島原城、桜とか撮るときこの辺がスポットですね。あ、なんかいっぱいそうそう、あ、レンコンとかハスっすよね。このスポットですね。ここ。めっちゃ綺麗。じゃあ右降りますよ。はーい。よし、これは動画に使おう。普通にちゃんと案内してるし、島原城も案内してるし、今すぐ行って島原駅ですね。まあ、ここから見える後ろの島原城がさっきちょっと切り勝ったやつ、切り勝ったってやつですね。で、左ですね。左。はい。お、来るのか、来るのか。よっしゃー。案内できた。島原もいっぱいあるよね、なんか。観光スポットですか。深いところまで行けばいっぱいありますよ。あの、ね、その人が興味持つかどうかわかりませんけど。興味持つんじゃないかな。深い歴史あるんで。今ちょっとだいぶ喋れてますけど、あの島原の商店街にこう水屋敷とかもあるんで、あの、そっちを本当は見てもらいたい。島原の観光ってなったらやっぱ水なんで。はい、じゃあ、島原観光案内の千成でした。楽しい。ありがとうございます。